風が暖かくて気持ちいいね。はあ、いいお天気。そうね。でもせっかくのお休みなのに予定合わせてもらって大丈夫だったの？もちろん。ダイビングショップの手伝いはこれから忙しくなるし、今のうちにやりたいこともあったからね。それならよかったわ。衣装の材料の買い出しは久しぶりだし、楽しみにしてたんだ。今日はよろしくね。このダテンシヨハネの魔眼に任せなさい。ヨハネがぴったりなものを選んでみせるわ。気合入ってるね。あれ、そういえば今日着てる服って、そこに気がつくとは、さすがカナンね。今日のために新しい魔装を下ろしてきたの。打天使パワーがみなぎってるって感じだね。私も黒い服にすればよかったな。そうしたらお風呂にできたのに。それは嬉しいけど。でもカナンのその白いワンピースも似合ってるわよ。ありがとう、ヨシコちゃん。じゃあ早速ビーズとボタンを買いに手芸屋さんに行こっか。そうね、案内するわ。あとヨシコじゃなくてヨハネね。早めに出たから結構空いてるね。ビーズとボタンはと、あの瓶がたくさん並んでいるあたりだね。待ちなさい、カナン。ここは衣装のイメージを確認しながら最適なものを当てはめた方がいいんじゃないかしら。それもそうだね。裾や袖に使うビーズはあまり大きいと動きづらそうだね。そうね。スカートはフリルを重ねてボリュームも出しているし、裾は取り付ける範囲も広いから一粒ずつつけていくのは至難の技ね。そっか、見栄えだけじゃなくて作る時のこともちゃんと考えないとね。だけど動くたびにこの衣装がキラキラして見えたら素敵だろうな。そう言うと思って。もう対策は考えてあるな。この装飾用ブレードを使えば完璧じゃないかしら。スパンコールとビーズがリボンみたいになってる。これはこれですごく綺麗だから迷っちゃうね。ここから衣装にぴったりのものを選び抜くのが我らが役目よ。そうだね、二人で最高のものを選んじゃおう。承知。改めて考えると私たちの衣装っていろんな材料が使われてるんだね。よしこちゃんがビーズに詳しくてびっくりしちゃった。言ったでしょ、打天使ヨハネの魔眼は全てを見透かす。ヨハネちゃんがヨウとルビーちゃんのデザインをより活かす方法をずっと考えてたんだなってすごくよく伝わってきたよ。スカートの裾に使うビーズにはスパンコールを合わせたらもっと綺麗に再現できそうだとか、私にはなかなか考えつかないな。まあね、二人のデザインからこうして形にしていく過程も楽しいから。どうしたの？今中に冷たいものが。雲行きが怪しいね。手芸屋さんに入るまでは晴れてたのに、この時期天気も変わりやすいのかも。まだ頼まれてる材料全部買えてないのに。確か向こうのショッピングモールで買えるんだよね。走っていけば大丈夫。行くよ。降ってきちゃったね。急いで走ってきたけどちょっと濡れちゃった。よしこちゃん大丈夫？大丈夫だけど、こんな時に限ってヨハネの不運の力が発動してしまうなんて。さっき買ったものは全然濡れてないし大丈夫だよ。濡れないようにかばってくれたんだよね。ありがとう。こんなの当然よ。だって濡らすわけにはいかないじゃない。せっかくアクアの衣装に似合うのをカナンと見極めてきたんだから。だけど新しい魔装が濡れちゃったね。こっちおいで。濡れたままだと風邪ひいちゃうし髪も拭いてあげる。ありがとうってなんだか子供みたい。いいんじゃない、私はヨシコちゃんのこと妹みたいに思ってるし。記憶を取り戻したようね。我が姉打天使カナン。
今日は二人きりだし、そういう設定でもいいよ。もう、設定じゃないってば。ごめんごめん。それよりよしこちゃん、ちょっと上見てみて。上って虹色の天使のはしごができてるよ。これってよしこちゃんの天使の力じゃない？この光のシャワーはまさしく天使のはしご。いえ、打天使のはしごね。打天使ヨハネに新たな力を目覚めさせてくれる予感がするわ。雨に気を取られてたけど、このショッピングモールの天井、カラフルな傘の飾りがずっと続いてるんだね。こんなに綺麗な景色が見られるなら、雨も悪くないって思えそうね。そうだ、お買い物の帰りに一緒に傘を選びに行ってみる？いいアイディアね。さすがは我が姉だわ。その設定で行くなら、お揃いにするのもいいかもね。それなら、打天使にふさわしい漆黒で揃えてみるのはどう？それもいいけれど、こんなにカラフルな傘があるんだから、二人で似合う色を探してみようの。いいわよ。このヨハネが、カナンにぴったりな色を選んであげる。じゃあ私はヨシコちゃんにぴったりな色を選ぶね。楽しみだ。